歌手の浜崎あゆみが2月15日、インスタグラムでアップの自撮り写真を公開した。これに様々な反響が起きている。その投稿はツアー用の写真撮影をしたことを報告している。投稿の内容と写真は関係ないようだ。車のシートに座ったあゆのアップで目を大きく開き人差し指を鼻の横に通せているショットとなっている。写し真の意図はよくわかりませんが、どうやら鼻くそをほじる真似をしてお茶目さをアピールしているようです。見方によってはキュートに見えなくもない。ただ、無表情のせいか実際は怖を感じる人の方が多いようです。芸能ライター。浜崎のインスタはコメント欄が閉鎖されているため、ここでファンの反応を知ることはできないが、SNS や巨大掲示板では、うつしまを見てると不安になってくる、ホラー映画のワンシーンみたいとの声が上がっている。さらに、あゆじゃない、みたいという意見も多いんです。ルックスが違うように見えるのに加えて、写真の撮り方や表情の作り方があゆらしくないことも原因でしょう。少数ながら、迷走してるんじゃないかという意見もあり、心配になりますね。前室、芸能ライター。昨年、母親になった浜崎あゆみ。これは、いい意味での、あゆの新たな変化の兆しだと信じたい。